ペニーローファーローファーは、革靴の一種。別名ノーウィージャンフィッシャーマンズシューズ。靴紐を結ぶ、必要のない靴の一種。靴紐を結ぶ、必要のない靴で、気楽に脱いだり履いたりできる。主に革で作られることが多い。紐がなく革の弾力を利用して、足に、フィットさせる構造から、一般的には、小さめのサイズを選んで履き鳴らし。 厚手の靴下と合わせてフィットするサイズを選ぶ人が多数である。ローファーはアメリカで男性用靴として進歩した歴史があり、アメリカントラッドの定番であるが、現在はイギリス、フランス、イタリア各国で独自の魅力を持ったローファーが作成されている。また、黒や濃い茶のカーフやコードバンが定番とされているが、リザードやオーストリッチなどエキゾチックレザーを使用して、 ドレッシーなデザイン、またグローブレザーやオイルドレザーなどを使用してワークアウトドアなデザインなど様々である。また、履きやすさと高いデザイン性のため男性だけではなく女性にも愛されている。最初のローファーは1926年にロンドンのオーダーメイドシューズ店として名高いワイルドスミスにおいて王室や上流階級へ。 カントリー調の室内靴として作成された。ワイルドスミスの靴職人、レイモンドルイス・ワイルドスミスはジョージ4世へ狩猟中の休憩時に使用する室内靴としてカジュアルなスリッポンを作成した。その後、この靴はいくつかのモデルチェンジを行い、最終的にワイルドスミスローファーと呼ばれるようになった。その後、ロンドンの別の靴店でも同様な靴がハローウと呼ばれ、 扱われていたもう一つのルーツとして、ノルウェーの靴職人、ニルス・グレゴリアシン・トゥベレンジャーがこのデザインの靴を作成している。トゥベレンジャーは13歳で北アメリカを訪れ、そこでアメリカの靴作りの手法を学んだ。その後、20歳にノルウェーに帰国し、1930年頃にオーランド・モカシンと呼ばれる靴を作成した。その靴は、 アメリカ先住民のモカシン靴よりむしろ、ノルウェーのオーランド地方の伝統的なモカシン風の靴をベースに作られていた。この靴はヨーロッパ中に輸出され、当時のヨーロッパに滞在していたアメリカ人にも注目された。当時のアメリカの男性ファッション誌、エスクアイアでは、ノルウェーの農夫の搾乳場前の牛の待機場所での作業靴として紹介された。その後、 1930年初頭にアメリカニューハンプシャー州の革工場スポルティングがこの靴をベースにデザインされた靴をローファーと名付け販売した。そのためローファーの語源は靴紐結びをしない生クラ社がルーツであるという説があるが牛の待機場ローフに由来するという説もある。その後1934年アメリカメイン州の靴屋ジョンアルバスが ノルウェーのスリッパータイプのモ,モカシンをもとに、ウィージャンズと名付けたローファーを作成し、大流行した。ベーゲンズは、サドル部分に、ダイヤモンドの切れ込みを持つ、最初のペニーローファー、コインローファーである。ペニーローファーの呼び名には、諸説あり、一つは1950年代のアメリカの学生が一戦と効果を、ベーゲンズの切れ込みに差し込み、ファッションの主張として取り入れたことが、 始まりという説、また1930年代には2セントで電話がかけられたため、緊急時用にそれぞれの靴のスリットに忍ばせたという説がある。当初ローファーはアメリカでは夏の室内靴として使用されていたが、その後急速に浸透し、アメリカ男性のワードローブにおいて特にアイビールックの重要なアイテムとして認識されるようになっていった。 オールデンタッセルローファーローファーのもう一つのスタイルとしてタッセルローファーが挙げられる。タッセルローファーは1948年にオールデン州カンパニーにより作成された。起源はハリウッド俳優のポール・ルーカスがイギリスで手に入れた靴紐に房飾りがついた靴をよりシンプルなデザインにできないかとアメリカ帰国後にニューヨークとロサンジェルスの別の靴メーカーに それぞれの靴を預け依頼した。しかし、いずれのメーカーもオールデンに靴の作成を依頼したため、オールデンがタッセルローファーを初めて作成し、ポール・ルーカスはタッセルローファーの初めての所有者となった。このタッセルローファーは1950年代のアメリカ東海岸で学生時代をローファーで過ごしたビジネスマンや弁護士が、 紐靴のようにフォーマルで、ローファーのように軽快である、タッセルローファーを愛用した。そのため、弁護士の靴と呼ばれることもある。1950年代から1960年代にかけて、アメリカでは、ヨーロッパの影響からローファーがカジュアルな靴からスーツに合わせるようなより洗練されたデザインになっていった。1966年に、イタリアの服飾ブランドグッチは、 金属の小力をサドル部分にデザインしたローファーを発売した。ビットローファーと呼ばれるこのデザインのローファーはスーツスタイルでもカジュアルスタイルでも利用できることから1970年代から1980年代にかけてアメリカのビジネスマンに愛されウォールストリートのユニフォームと呼ばれるほどであった。 日本では1960年代に流行したアイビースタイルの定番靴としてローファーが愛用されその後もトラディショナルなファッションとして定着したまた日本では日常生活で靴を脱いだり履いたりするシーンが多く脱ぎ履きが容易なローファーがビジネスマンにも愛されているまた日本ではアイビーを基本とする ブレザースタイルの学生服では靴にはローファーを合わせる場合が多いため、学生用の靴としても広く認知されると同時に、女子高生の靴としての認知度も高い。ハーフサドルで、ビーフロールがある、ペニーローファータッセルとブローグがあるローファー、ワイルドスミスの歴史、オールドファッションオールドファッションドメイン一番詳しい。 ローファーの歴史 http コロンスラッシュスラッシュ s h i n n o s u k e j e d i b l o g f c 2 c o m スラッシュ blog-entri-157.html ダッシュダッシュハットルイスニールザ・ポリティシゼーション・オブ・タッセルド・ローファーズザ・ニューヨーク・タイムズ・オーランド・スコエンナンバー・リトリーブド2013年6月15日ローファーは 牧場の搾乳前の父牛が、ローフする場所から命名される。ローフは、ランドローファーの短縮であり、ドイツ語のランドラファーが、語源の、地面を走ることを表すのではないか。ラウファーである。この、地面を走るという由来から、同様にならずもの生暮らしという意味も発生している。ブルックス・ブラザーズより本説については、 エスクアイアにローフィングエリアで使用されていたという記事、およびスポールディングファミリーがローファーという靴を作成したという資料が存在しないため真偽は不明である。ローファーという商標は1937年に今は、亡き米国の老舗靴メーカーネトルトン社が商標登録している。このためネトルトン社が生倉ものを表すローファーという名前を 自社の製品として発売し、80年代にネットルトン社が亡くなった後、ローファーという言葉が一般的に使われるようになったとも考えられる。ジョージ・ヘンリーベースの息子であり、靴屋のブランドは現存する GH ベース &CEO である。ペニーローファーについて、ブルックス・ブラザーズよりアメリカニューイングランド地方を代表する老舗のシューメーカー、EN。 ハットルイス、ニール、ザ・ポリティシゼーション・オブ・タッセル・ド・ローファーズ。ザ・ニューヨーク・タイムズ、ニューヨーク・タイムズ記事のアーカイブから。政治の局面で、弁護士、プレップスクール層を揶揄する因語として登場する、タッセル・ローファーについての記事。この記事では、タッセル・ローファーの起源についても触れている。ありがとうございます。